こんにちは、よっちゃやのよっちゃんです。おはようございます。今起きたばっかで、起きたばっかでもないか、さっき起きたんですけど、今日は実家に帰るっていうか遊びに行くので、軽く化粧をしたいと思います。なんか編み物動画なのに、今日は Vlog 形式でやっていきます。本当この前インスタライブさ、めちゃくちゃ長い時間やって、3時間半くらいやったんですけど、ね、本当に皆さんありがとうございました。お付き合いいただいて、もう本当に楽しくって、あっという間に終わっちゃったんだけど、めっちゃ編み物も進んで、もうおかげさまで本当にありがとうございます。なんか本当楽しいとか言ってもらって、私のインスタライブ見て楽しいって言ってんのかなって疑問だったんですけど、本当にありがとうございます。もう本当超楽しかった。それしか言葉が出ない。で、最近ずっとインスタライブで編んでた、タンクトップ、キャミソール、タンクトップがこれくらいまで進みました。皆さんのおかげで、裏がこんな、わかるかな、こんな感じで前身ごろだけなんつうの、形になって、肩のところまでこうできてきて、こんな感じですね。で、後ろ身ごろを今度また作っていきます。このね、なんかこう、このなんつうんだろう、脇下までは円でずっとさ、表編みだけでずっとくる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 編んでったんですけど、脇下になってからは往復編みでさ、後ろ身ごろこれ作っていくんですよ。だから説明しづらいんだけど、もうこんくらい往復編みしなきゃいけなくって、22往復だっけな、後ろ身ごろはもうちょっと多いんだ、20何往復だろう、まあそのくらい、22か25往復くらいを編んでかなきゃいけなくって、もうね、それがめっちゃ輪で編んでくところの方が長さ的にはいっぱいさ編まなきゃいけないんだけど、ずっと元編みだからね、あっという間に終わったの、そのゾーンは。だけどさ、往復編みになった途端にさ、つまんなくって、裏編みが本当にね、もうあーってなっちゃうのね。だからいつもね、自分で一人でやるとき休憩しながらやってて、休憩ばっかり挟むからさ、全然進まなかったんですよ。表編みはどん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 進むんだけど、裏編みになった途端、裏編みになった途端さ、もうなんか集中力切れちゃって、携帯いじり始めたりとかするから、全然進まなかったんですけど、インスタライブやりながらだったらもうずっと集中してできました。なんでありがとうございます、本当に。でも超可愛いですよね、これ、これと色違い、黒と。もう出来上がりが楽しみ。6月中旬には出来上がる予定だったんですけど、もうそんなこと言ってる間に6月中旬になっちゃいましたね。あー、もうあっという間に時は経つんだから、びっくり。もう早く編み上げたい。でももうちょっとで終わります。その往復編みが終わったら、もう終わったようなもんです。肩のとことかはあっという間に終わったので、前身ごろの時に。だからもうほんと、この往復編みの20何段が終われば、来週の休みにはね、来たいな。来週暑いのか知んないけど、暑いんだったら来たいですね。キャミソール、タンクトップ来
てお出かけしたいです。じゃないとさ、こればっかり着てるから自分の手編みのものでお出かけしたいので、もうさ、こればっかりだよ、本当に。で、アリちゃんの靴下は完成して、水通しして今乾かしてます。もうね、超かわいい靴下になりました。もうめっちゃかわいいのね。超楽しみにしていてくださいって私が一番楽しみにしてんだけど、渡すの。もう超かわいいんだけど、すごいさ、自分で 言っちゃうけど、でも 糸がかわいいからさ、まあ、そりゃかわいくなるに決まってる。楽しかった、編んでて楽しすぎて本当に熱出そうでした。いや、やめられなくって止まらなくって、ガン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 編んでて、やばい、もう中毒。頑張って寝る時間を作んないと、編み物をやめないと。なんかもう半年くらい編み物やり始めて、そろそろ一回熱が冷めるっていうか、一回ちょっとヒートダウンしてもらわないと困るんだけど、体調悪くなりそう、本当に。だけどなんかヒートアップする一方で、全然毛糸触りたくないってなんないから、やばいですね。大変だよ、ヒートアップしてばっかで。本当に頭痛いなって思いながらも編んじゃうから休憩しないと。でも大体寝れば治るので、私の体は大体のことは。頭めっちゃ痛かったんですけど、昨日編み物してる時頭超ガンガンするなって思いながらずっと編んでて、今日寝て起きたら治ってたんで、よかった。この梅雨時期っていうのもあんのかな、体調悪くなるっていうか、気温差についていけないっていうか、そういうのもありますね。お母さんと会うだけなんで超適当で大丈夫なんだけど、一応電車に乗っていくので、一応はちょっとメイクしないとなっていうことでメイクしてます。なんかうちの近くには湯沢屋とかないんですよ。あ、東海があるんですけど、東海だけで湯沢屋がなくて、実家の近くにね、湯沢屋があって、いつも実家帰るとそこね寄ってなんか買っちゃうんですけど、もう今回は寄らないように頑張ります。この前毛糸たくさんいただいたうちには、すごい可愛い毛糸が今超たくさんあるので、もう毛糸は見ないようにしてます。なんか東海とかでさ、安くなってるとかさ、いろんな人が YouTube とかで言うとさ、100均で可愛い毛糸あるとか、いろんな人が言うとさ、
買いに行きたくなったんですけど、もうダメ。はい、一回ちょっといろんなもの編んでから。もうリップとか塗ることないよね、マスクになってから。リップとか、あお塗りたいなと思うけど全然塗ってないわ。よし、そしたらちょっとワックスをつけたんで手を洗ってきます。そしたら、電車に乗るときにいつも靴下を編みながら電車に乗るので、この前ありちゃんの靴下を編み終わって今手元に編みかけがないので編みかけを作っていこうと思います。今回はこれとこれでモンディムの毛糸とパール組み合わせて作ろうと思います。絶対可愛いです。もう可愛いです。あの羊グマさんがこのモンディムで靴下ね編んでて、もう編み終わりそうでしたけど、めっちゃ可愛いなと思って、うちもモンディム持ってるけど、あーもったいなくて編んでなかったんですけど、羊グマさんも見てたら編みたくなったので編みます。これリネコの中のシーン、100均のリネコの毛糸、これがね丈夫でいいんですよ。 14g、 14g、 10g ぐらい巻いとくか、 24g になるまで巻いていこうと思います。うちにいつも糸巻き器とかもないから、手で一生懸命やってます。とりあえず 10g あればつま先とかかとドリブのところ色変えしたいけど、とりあえず 10g あれば足りるかなと思って、足りなかったらまた足せばいいから、こんな感じで糸巻き巻き糸巻き巻きをして、今日そうな、実家帰るまで1時間ちょっと電車に乗ってるんですけど、それ往復で2時間ちょっとでどれくらい靴下が編み進められるのか、頑張っていきたいと思います。なんかあのいつもさ携帯ずっと見たりしてたんですけど、電車の移動中ってもう最近もっぱら編み物してますね。うちは田舎なんで、田舎のしかも平日のこの8時とか9時ぐらいの電車って全然人いなくって、もうほんとガラガラなんですよね。だから編み物やってても別に浮かないし、満員電車だったら編み物できないけど、全然余裕なんで楽しく移動してます。いつもさ、実家帰る時もさ車で帰ってたんだけどさ、編み物し始めてから編み物車運転してると編み物できないから電車で帰ることになってます。もう最近は渋滞もしないし、お母さんめっちゃ飲むの好きなんですけど、一杯飲もうってなっても飲めるし、
もうそろそろ良さそうです。これを持って行きたいと思います。あ、てか最近これ買ったんですよ。これ1500円くらいでネットで買いました。あのソックなんていうの、ソックメジャー、ソックわかんないけど、あの靴下、編みかけの靴下を入れて今何センチまで進んだかって一目でわかるやつ、木でできてて安いですよね。1500円って教えてもらいまして、速攻で買いました。ということで、これはもうこのまま持っていこうかな。持って電車乗っていこうと思います。これは可愛いでしょ、ニッティングパーティーさんのさやつですオンライン編み物、オンラインの会員になってるのでもらいました。じゃあたくさん編みながら楽しく出かけてこようと思います。バイバーイ。真ん中の席の方、はい。